笛吹きあるアナーキストの死あるいは、笛吹きある魂の歩み、テラ・インコグニータへのは、キギ・タカタロウの長編小説。1938年、学芸通信社を通じて、地方誌に連載された。初めて単行本にまとめられたのは1948年3月で、世界社から刊行された。作者の自伝的な作品で、忠実なものではないにしても、 若き日の悲しみと憤き通りを描いた青春の書である。炭鉱本館工事の作者の後期に以下のように記されている。僕が書いたものだというのですぐ殺人事件だと思っては困る。この小説は、主人公及びその身近の二三の人を除いて、あとは人物も時代も実在したもの、人間の魂の成長がやはり心引くもの、謎に満ちたものという見方からすれば、 一つの推理小説とも言えるだろう。作中に、主人公の百合武けが二里半の道を通学したという記述があるが、笛吹川は、作者の最も慣れ親しんだ川であり、白井河原の村から甲府中学校へ通学するのに、初め三里の道を歩いていき、後に自転車通学をしたという。本作でも、連母、完全不在証明、堪能、女と貧主者同様、 年上の女性への死亡の念が描かれている。中書友俊年は12歳の春にジップが家族を挙げて、渡米し、一人だけおじの田山宅に預けられていたが、一年後、鉱山の爆発のために家族が行方不明になり、そのことがきっかけで、共に渡米していた3歳年上の樋口家の娘、長子と出会った。その後、学生の変更が原因で、 中学校へ進学したゆりたけしは4年の時に村の小学校の教師になった調子と再会し、同じ孤児の境遇に同情し合い、信仰を持つようになった。その年のクリスマス、調子に誘われて、教会のクリスマス会に参加したゆりたけしは、牧師の津山と共に講演をした早稲田大学の学生、破体の話に感銘を受け、また同級生の薬袋等が、 会に参加していたことに驚く。その後、破体に当てて手紙をしたためた。ゆりたけは破体を通じて、十面という雑誌を送られ、その中のトルストイ研究の評論を通じて、社会主義者の山本志産の名を知り、翌年の3月に山本に実際に会い、話を伺う機会を得た。明治45年の19歳の年に中学4年を主席で進級し、 最上級の5年になって休帳になったゆりたけしに、その年の入学試験の問題漏洩の疑惑がかかった。そのアリバイを証明する証人としてカ山の名前を告げることがゆりたけしにはできなかったが、調子のアドバイスでカ山に手紙を書いた。慌ててゆりたけしの元へやってきたカ山は、彼の無実を新聞社に伝えるが、 そのことがかえって、百合武けの立場を一層まずいものにしてしまった。百合武けの苦境に調子は教師を退職し、彼と共に東京へ行く決心を告げた。百合武けはおじに無断で中学に退学届を出し、薬袋らに見送られて上京し、貝山の友人たちの指導を受けて、先見を、さらに第一高等学校の試験を受けることになった。 無事合格し、一構成となったが、その後、上司との同性が全寮委員たちに発覚し、1ヶ月で自主退学することになった。ありがとうございます。